皆さん、こんにちは。伊藤塾塾長、伊藤誠です。受験生の皆さんへのメッセージ、第224弾になります。先日、明日の法律家講座が行われました。338回目だったんですが、まあ、前にちょっとね、ご紹介したかなと思いますが、性同一性障害特例法、まあ、これの3条1 の4号これが法令権だという判決が出されましたがその昨年出されましたがその判決を勝ち取った2人の弁護士に来て話をしていただきました、まあ、戦後新しい憲法のもとで12件目の法令権の判決ということですから本当に画期的だったかなと思うんですがお二人の南和幸弁護士と吉田正史弁護士お二人とも伊藤塾の大阪梅田校に通って 勉強してそしてててそ弁護士になって、まあ、大体15年ぐらい前だったんですけどね本当に若手の熟成だった弁護士がこうして憲法訴訟で頑張ってくれて画期的な意見判決を獲得してきたとても誇らしく嬉しく思っていますお二人は京都大学の卒業なんですけれども吉田弁護士の方は法学部の出身 それから南弁護士、まあ、テレビでもいろいろコメンテーターで活躍もされてたりするんですが南弁護士は京都大学の農学部の出身なんですねですから法律は全く、まあ、勉強したことはないで伊藤塾に来てゼロから法律を勉強してというそんな感じなんですお二人はその京都大学の大学院の時に知り合った同性のカップルなんですね でえー、2人で、えー、カップルなんだけどさあこれからどうしようということを考えたときに、えー、2人で弁護士になろうと、まあ、そのふうに考えて2人揃って伊藤塾に来て、えー、特に南弁護士はゼロから法律を学んでくださいました。 で吉田弁護士の方は法学部で法律を学んでたということもあって小試験1回で合格をされしかも6位だったかなそうですね本当に素晴らしい成績で合格をされたんですが、まあ、南弁護士の方は法律に馴染むというところからスタートなものですからなかなか大変で,でそれで3回目の試験で当時は小試験受験3回までという資格制限があったんですね。 でローースクール卒業して3回までだったんですが1回2回残念で3回目の挑戦で南弁護士は見事合格をされましたで、えーまあ、この明日の法律科講座終わった後に、えー、ハノイの法医さんで会食をさせていただいたんですけれどね3人でいろんな思い出話なども聞かせていただきました でえー、2人で、まあ、弁護士になろうと伊藤塾に入るぞということを決めて勉強するんですけれども、まあアルバイトなどが終わった後伊藤塾に行く前にちょっと軽い食事をしてそして伊藤塾に行くともう本当にそれが、まあ、第二の青春みたいな形で本当に大変だったけれどもいい思い出がいっぱいあると。 でしかもその合格宿泊会があるんだと、まあ、ちょっと合格の時期がずれたもんですからあそれぞれ別々ではあったんですけれども南弁護士大阪なもんですから「神戸コクルーズ」の祝賀会に。 彼来ててくれているんですねでこんな写真を一緒に撮って、まあ、私もずいもう15年ぐらい前ですから若い感じでありますけれども神戸国クルーズコンチェントル乗ってとその時の写真を今でも携帯の中に入れてそして大切にしてくださっているということを伺って本当に嬉しかったです。 でまあ、彼らは2人で事務所を開いているんですけれどもさまざ、あ、まな特に社会の少数派の皆さんたちをどうサポートしたらいいかということで本当に頑張っっててくださっていますまだまだこういった多様性の問題というのは、まあ、一応話題にはなり始めましたけれども。 まだまだこれからというところがあるものですからこの2人の活躍、今後の活躍も本当に頑張ってほしいなと思います最高裁での弁論の前日に当事者の話を聞く新人という機会があったんですねでそこで15人の大法廷の裁判官が本当に熱心に当事者の話を聞いてくれたと、えーまあ、それがすごく印象的だったというそんな話もされていました。 あまあ、確かに、ね、その最高裁の判事の中には、まあ、中にはいろんな人たちがいるんですけれども本当に熱心に話を聞いてくれる当事者あ、そういうことがあるんだとあそんなことを知らない世界があったんだなみたいな感覚でしっかりと、ね、受け止めてくださって本当に、まあ、そこが、えーまあ、感動したというかなとてもよかったなんてそんな話もしてくださいました。まあ、伊藤塾で学んだこと、うん そこで合格支がいがあったから頑張れたなんていうねそんな話もしていただきましたしそれからその最高裁で実際に弁論に立って説得をするというそういうい貴重な経験もされてきたそんな話もしてくださってとても有意義な時間でした今の最高裁というのは今度、犯罪被害者給付金の遺族給付金これが遺族の方 で配偶者にはそれが行くわけですで事実婚の相手方にも,の方にもその遺族給付金が行くんですけれどもこれが同性カップルには遺族給付金が渡らないこれはおかしいじゃないかということで、まあ、これも近いうちに最高裁の判決多分意見判決が出るんじゃないかなと思います、まあ、このように、えー、いわば多様性に関わる人権に関わる13条や14条に関わるそんなものについてはかなり前向きなあ,ある意味では 世の中の中方方向向向をいい方向に向けてくれるそういう判決が出始めているかなとは思うのですが他方で政治に関わるところについてはかなりやはり後ろ向きというか政治部門に配慮をした配慮しすぎたそういう判決が多いかなと思います。 なんで日本ではそういう政治部門に配慮した判決が多いのか政治部門とそれから司法部門の関係性といったものについてしっかりこれを考えなければいけないということで前回ちょっとお話をしましたけれども3月3日にシンポジウムがありました全国憲法研究会というところでの公開進歩だったんですけれどもそこで青井美穂先生と私と それから遠藤先生遠藤健先生国際政治学の先生でいらっしゃいますがこの3人で報告をしそのあ討論をする公開シンポジウムがあったんですね、まあ、私も報告とそれからシンポジウムに参加させていただきましたもう本当に知らないことも多かったですしいろいろと勉強になりましたこの全国憲法研究会という学会なんですけどねこののの学会そのものは 戦後。えー ば憲法研究者の多くが学徒動員で戦争体験されてそして亡くなった方も大勢いらっしゃいましたが戻ってきました主にその学徒動員された戦争体験された憲法研究者の皆さんたちが中心となって二度と日本を戦争させないとそういう思いの皆さんたちが集まってできた学会憲法の学会でもあるんですねですから、まあ、そんな流れもあるもんですから今回も戦後の安全 保障政策の大転換と憲法9条という大きなテーマ私はその中で安保法制違憲訴訟の現場から見る政治と地方の関係性ということでお話をさせていただきました。 まあこのシンポジウムの中でもそうですしシンポジウム終わった後もそうなんですが終わった後の懇親会などでも東大の石川賢治先生ですとか慶応の山本はじめ先生と様々いろんなお話をさせていただいてそのシンポジウムもそうですがその後の懇親会も非常に私にとっては興味深く様々なことを学べるそんな場ではありました。 最高裁の役割というのが人権保障と憲法保障の2つの柱があるはずです人権保障という観点ではそれなりの役割も果たしてくれるようになりましたけれども憲法保障憲法地序を維持するという憲法保障の観点ではまだまだのところがあるかなと特に政治に対してはかなり消極的で政治的な問題に対しては口を差し挟まないという世界の中ではかなり 特徴的なというか得意な変わったスタンスを日本の最高裁は取っっててしまいるわけなんですね、えー、アメリカに目を転じればトランプ大統領が大統領選挙に出馬する資格があるかどうか極めて政治的な問題ですよねそういった問題に対して連邦最高裁が判断を判決を出しました。これは3月4日だったかな トランプ前大統領が立候補可能だという、まあ、そんな、まあ、判断なんですね。で、まあ、ここでの判決の中身なんですがコロラド州の事件についての判断ではあったんですが前にもちょっとこれ紹介しましたよね連邦憲法14条の3項というところで、まあ、その えー、連邦議会、まあ、ここでは反乱や謀反に加わったものが官職に就くことを禁じているんですねその官職の中に大統領職が含まれるかどうかという、まあ、そんなまあ論点があるところなんですが、まあ、今回の最高裁はコロラド州という、まあ、コロラド州ではあこれに当たるから立候補できないという判断もコロラド州の最高裁は判断したんですが連邦最高裁は今回コロラド州という1州には 合衆国憲法のこの修正14条の参考に基づいて資格を剥奪する権限はないというその一点だけ判断をしですから、コロラド州がトランプ元大統領には一番資格がないんだという判断をしたそのことに対していやいや、そういう判断をする権限はないですよということを言っただけなんですね。でですからまあその中で、えー まあその暴動や反乱に関与したものの定義ですとかトランプ前大統領が暴動やあこの反乱に関与したかどうかという事実認定それらについては、まあ、一切判断をしていません。まあ、そういうい意味では この2021年の1月6日だったかなその襲撃事件への関与ですとかそこの法律問題については触れていない、まあ、そういう意味では判例の射程についてはかなり限定的ではあったところでありますがあ9人の裁判官それぞれが意見を述べてそして自分はこう考えるということを連邦最高裁の判事は明確にその政治的な問題ではあるけれどもやはりしっかりと。 判断を示すということをやってくれているんですね、世界の最高裁と政治的な混乱をある意味では収めるとそういう意味で、まあ、こういった判断もしています。えーまあ 今、予備選挙のところなどでトランプ大統領共和党ではトランプ大統領だあとはバイデン大統領との戦いになるということですから世の中、これからアメリカのさまざまな影響を受ける世界中の地域が固唾を飲んで見ているアメリカの大統領選挙ではあるけれども極めて政治的であると同時に世界に大きな影響を与える。そこに アメリカ連邦最高裁がきちっと判断をすると、まあ、当然、賛否両論あろうかと思いますけれどもそういう判断をするしかも裁判官一人一人がきちっと意見を言うと堂々と意見を言うと、まあ、ここは日本と大きな違いかなというふうには思いますさて、えー、今日8日なんですけれども今日は国際女,女性デー。 というまあ、そんな日なんですね、国際的に見て女性の立場、地位というものがどうなのかと、それをもう一度考える日ではあるんですが、さまざ、あ、まな統計データが出ているところです。でその中で 女性の働きやすさというデータがあるんですが OECD3 か国のうちの29か国中27位下から2番目女性の働きやすさという点では下から2番目さらには世界銀行が少し前に発表したデータで。 法制度法的なさまざまな制度で男性が持っている権利に対してその国の法制度で女性が持っている権利はどれくらいの割合なのかというそんなデータを世界銀行が発表したんですね。そこでは 日本は男性に与えられている権利の72%しか女性には与えられてないというので先進国の中では最低の数字ではあったんですね。まあこれもの順位が高いところは歩行諸国アイスランドスウェーデンノルウェーなど歩行諸国でまあいわば常連組みたいなところかなと思うんですが5位にフランス。 それからイギリスが19位アメリカも結構低いんですが22位なんですがまあそんな中で日本は29カ国中27位というそんな数字になってしまいました特にそんな中でまああのごめんなさいこれは働きやすさの方ですね今お話ししたのはこれは働きやすさのの数字データではありましたけれどもまあそれにしてもやはりかなり低いなと そ世界銀行が、ね、その男性に与えている権利を100とした時の、えーまあ、その数字のところですが、まあ、これは日本は72.5%で世界73位こちらの方は73位なんですね、まあ、主要先進国では最大の格差というものを今、まあ、法制度としても許してしまっているというそんな状況です そこでは DV に対する十分な保護だとかセクハラに対する包括的な立法だとか日本が進んでいないと、まあ、女性の安全に対する法制度それが十分に進んでいないということではあるんですねあとは、まあ、もちろん男女間の賃金格差などが大きいということですこの法的な権利の保障の男女差のところでは周囲はイタリア 男性が得られる法的権利95%女性が保障されているということだそうそれでも95%なんですね一位でもやはり法的な制度なんですから完全に100%同等であるべきなのではないのかなとも思うんですがなかなかそこまでいかない、まあ、日本の場合にはそういうわけで7割ぐらいということになっていますそして先ほどちょっと言い間違えてしまいましたが働きやすさのところは まあこれも前から言われてますけどねかなり低いと特に女性管理職、まあ、日本では14.6% 14. で最下位さらに日本の女性役員の割合 これも18%で下から3番目というそんな状況これも繰り返し言われているところですよねそんな中で日本企業の中で女性の役員の割合をやはりもっと上げなければいけないえ多くの企業ではまあそういうこの割合を上げていこうとジェンダーバランスを取っていかなくちゃというところでさあどうしようと考えたときに社外取締役として女性弁護士これを採用するとそういう会社がどんどん増えてきました。 ですから、証券に合格した女性の方が弁護士として活躍をするそして、えー、社外取締役として企業に、まあ、貢献、えー、企業法務の世界で貢献していくとそういう女性弁護士が今、増えているところでありますさまざ、あ、まな仕事業種がある中で女性が男性と対等な形で仕事ができる。 というのが、まあ、この放送会前々からそういうところはかなり先へ進んでいると思いますが裁判官や検察官もそうですし弁護士、まあ、弁護士はまだまだ不十分でありますけどね昔に比べたら随分と裁判官や検察官や女性弁護士の女性の割合が増えてきましたですからもっともっと私は女性の受験生が増え女性の合格者が増えてくれればな いいうふうふには思っていますこれもいつもお話をしてますけどねフランスなどでは女性の裁判官の方が多かったりアメリカなんかではロースクールの政党は女性の方が多かったりなんていう話も聞きましたあですから、うん、もうこの世界法律の世界というのは本当にコツコツ勉強すれば前、うんまあ、進められますから進めることできますからね男女関係なしに本当に頑張ってほしいなというふうには思っています。 まあ今日国際女性でなものですからね。そういう意味で女性の受験生の皆さんたち本当に頑張っていただきたいなというふうにも思っています。まあ他にもいろいろ今日もお話をしたいこといっぱいあるんですけれどねうん。例えばスウェーデンが 32番目の NATO の加盟が認められたロシアとの関係一体これからどうなるんだろう本当に心配なことが多いですまた日本が武器の輸出戦闘機を開発しそしてそれを第三国に輸出するとその基準をどうしたらいいんだろうか日本は武器なんか、ね、作って金儲けしませんよ人殺しの遠くで金儲けなんかしませんという国だったんですがもうどんどん解禁されて武器を作りそしてそれを外国に輸出し第三国に輸出し という、まあ、そういう普通の国にもうどんどんもうすでになってしまっていますそういう普通の国でありでいくことが本当にいいのかどうなのかと国民的な議論がもっともっと本当は必要なんだろうなと思います、まあ、国内では嘱託殺人について例外的に違法性が阻却される場合があり得るということを含めたそんな京都地裁の判決がこれは3月の5日ですかねに出ていたりします。さままあ、ざな 本当に法的な問題日本でもそして世界でもあるものですからとりあえず目の前の、ね、試験勉強を頑張らなくちゃいけませんけれどもそれ以外にも少しずつちょっと、ね、アンテナを張りながらいろいろなことを考える機会というのが、えー、明日からうん私が担当する司法試験入門講座58期。 が、ああ、土曜日から始まるんですね。五十八期って、年に二回、こう入り口があったりするもんですから、その五十八期なんてね。慣習的にそう呼んでるんですが、来年六十期、すなわち、来年は伊藤塾創立三十周年になるんですね。伊藤塾も千九百九十五年に立ち上げて、大変でしたけれども、いろんなことがあって、三十年迎えることができるようになります。それに向かって、本当により一層頑張らなければな、というふうに思っているところです。 えー、さて、今日私はあそうそう千葉弁護士会で弁護士の皆さんたちを対象にした憲法訴訟の講演会を今日はこれから、えー、千葉弁護士会に行って、えー、やってくる、まあ、今日の夕方ですけどねやっていきますそして、えー、来週の明日の法律科講座16日なんですがえん、ー、罪学という学問分野を切り開いた西義行弁護士もちろん同塾の塾生でいらっしゃいましたが西義行弁護士。 裁判官も経験し、そして今、研究者としても頑張ってくださっていますが、西弁護士に来て、冤ん罪学について、冤罪について学びたいと思っていますので、ぜひ参加していただければなというふうに思います。それぞれぞ受験生の皆さんのメッセージですが えまずは少試験受験生のメッセージです。えーまあ、先ほど申し上げた通り入門講座、合格プレミアムコースこれが3月9日の土曜日の朝10時から体験マスターから始まります。で法学入門から始まっていきますが法学入門憲法民法刑法まあその科目3科目は無料体験もありますので YouTube ライブで配信もいたします。えー、東京の渋谷校に直接お越しいただいても構いませんしインターネットで見ることもできますので YouTube ライブで見ることもできますからぜひ参加していただい くればな周りの方にも紹介していいただければなと思いますもちろん法律の本当に触りの部分だけではあるんですけが、ね、法律を初めてこれから勉強しますと皆さんたちに、まあ、法学入門県民系、まあ、私も頑張っていきたいなと思っていますので,で、えー、ぜひ、ねえー、紹介もしていただければなという,ふうに思います。 さて、公務員試験の受験生の皆さんへなんですが、この秋行われる国家総合職教養区分試験を目指すためのゼミ、国家総合職ゼミの最終登録の受付、締め切りが3月27日の水曜日で受付終了になりますので、ぜひ今年教養区分頑張ってみたいという皆さんは、このゼミ参加していただければなと思います。これも何度もご紹介しているように、当時の公務員講座は単に合格。 実績が圧倒的なだけじゃなくてその後内定率ですね内定率が 80%80.2% 全体平均の2倍を超える内定率を誇るのがこの伊藤塾の公民講座なんですねであの今回このゼミのところでは内々で獲得のためにどんな指導を行っていくのかということで2月29日に実施された、えーま、直近のゼミの様子を期間限定で特別公開もさせていただいています 務員試験ぐらいね独学でなんとかなるんじゃないのなんて思ってる方周りにも皆さんの周りにもいらっしゃるかもしれませんが今の時代そんな甘いものではありません、まあ、このゼミなどでは今回特別に公開しているこの動画のところでは実際に出題された問題を取り上げながら。 今年出題されるならこういった切り口で問われるであろうとかこの政策について理解を深めるのならば公的機関のこの資料に目を通しておくべきであろうとかかなり実践的な勉強に役立つ情報も盛り込まれていたりしますのでぜひ参考にしていただければそして、このゼミ早めに手続きをお願いしたいと思います。 司法書士の受験生の皆さんへなんですが小山講師による YouTube 動画のご紹介です10分でマスターする司法書士の基礎シリーズというものなんですけどね学習経験のある方ですとかある程度勉強してきたんだけれども基礎がちょっとおろそかになってるかもしれないななんていう方に向けて最適かなと思います。 えーまあ、試験では基礎知識だけで正解できるそんな問題も随分出されているんですね。ただ知識の精度 これを上げなないと話になりませんその知識の精度を上げてその基礎知識だけで解ける問題絶対に落とさない、まあ、これが合格の秘訣なんですねある程度勉強期間が長いとどうしても手が広がってしまって知識の精度がまあ低くなる薄まっちゃうと言っていいかもしれませんがあそうではなく知識の精度を上げてその基礎知識だけで実はこれだけ解ける問題があるんだぞそして絶対に落としてはいけないそういう問題は確実に、まあ、解けるようにするなのそのための、えー、基礎知識の重要性を認識しながら 100に仕上げられた鮮やかな基礎知識が皆さんを合格へいざなうということを実感していただければ第1回目が民法総則事項かな第2回が物件で物件的請求権についての動画の配信があるようですからぜひ見ていただけば小山講師による10分でマスターする主要書士の基礎シリーズのご案内でした。 行政書士の受験生の皆さんへは明日の行政書士講座151回目になりますが東京都行政書士会の取り組みについて東京都行政書士会の会長でいらっしゃる宮本茂則先生に来ていただいて東京渋谷港のライブそれから YouTube ライブの配信でお話をいただきます。行政書士業務のの長長所所所所や短所その短そをにに変えるにはどうしたらいいかと さらにはかかりつけ行政書士を都内標準にするための5つの政策。 東京都行政書士会の目標ななどについいいてもお話をいただけるかなと思います東京都行政書士会の取り組みかかりつけ行政書士これを都内,都内の標準にするためにという、まあ、そんなテーマでお話をいただきますのでぜひ参加していただければ合格された方もうん、えー、特に東京でお仕事される方は特にですよね、えー、まだ勉強中という方も合格後を考えるそういう意味でも、えー、この先生の。 宮本先生の「短所長所に変えるには」なんていうテーマのところもとても参考になるのではないかなと思います合格を考えるという意味でもぜひ見ていただければと思いますさて今日はここまでにしましょう、まあ、この後私ちょっと弁護士会で意見書を出すそのいわば討論の議論に会議に参加しその後夕方から千葉に行って千葉弁護士会で弁護士の対象にした 公園なんですけどね、えー、そこで憲法訴訟についての話をいろいろとさせていただきたいと思っています、えー、これから1週間んまた気候変動もあるかも気候もいろいろ変わるかもしれませんけれども雨が降ったり雪が降ったり暖かくなったり大変ですけども、えー、健康に流しながら人混みではマスクなども忘れないようにしながら一歩一歩それぞれ皆さんがやるべきことそれを明確にして一歩一歩前に進む淡々と 勉強を続けていただければなというふうに思っています今日も見てくださいましてどうもありがとうございました終わります